わかるでしょうが。ああ。みなみさん、手伝って。ああって何よ。あんたさ、奥さん流すんじゃないよ。あ？こんなご時世なんだからさ、男が汗水垂らして働かなきゃ生きていけないんだよ。布団も食べるものもあんたのタバコもみゆきが持ち物さばいて調達したんだよ。昔と違ってさ、ビリヤードの上がりもミルクホールの上がりもないんだよ。生活第一、ラグビー二の次。わかった？中さんは芸人でもプロの将棋指しでもないんだからさ、女房泣かすも芸のうちなんてわけにいかないの。愚痴も言わずに女房の小春なんて今時流行らないからさ。あの子はさ、昔からパーってひまわりみたいにしてるのがいいんだよね。そこに惚れたんだろあんたも。だったらさ、ひまわりにしてあげなきゃ。私みたいに苦労が身についちゃっちゃおしまいだ。苦労してるように見えねえな、あんな若えの旦那にしてさ。ほっといてんか。あ、行こう、また来るからね。春坊泣かすな、うまくやせ。おゆきさん、お茶ぐらい飲んでってよ。すまなかった。え？後にも先にも中さんにすまなかったって言われたの、あれ一回だけだけど。でもあのあとすぐ大学に復職できたし、そんなにお金に困りはしなかったわよね。オーバーなのよ、おゆきさんは。関西で戦後初のラグビー試合をやりましてね。何？9月の13日でした。戦後初のスポーツゲームという歴史的快挙になりましたが、関東でもぜひラグビーを復活させたいんですよ。協会の山田です。そういうことでできるだけ手配いたしまして、11月2日試合をすることを決定いたしました。各校の学生や OB をかき集めてます。北島君、僕がレフリーをやるよ。戦前最後のシーズンの早慶戦で君がレフリーをやってエキサイトプレーしたフォワードを退場させたろ。キヨさん、あら勘弁してくださいよ。戦時中で明日をも知れぬ時だからこそフェアプレーを守れと言った君には本当に感服した。今度は戦後初のゲームだからね、明るく楽しく伸び伸びとモットーにやらせてもらうよ。東大の原田です。奇跡的に東大ラグビー部の用具が焼け残りましたんで、当日はあれだけ持ってきます。そりゃよかった。お父さん、また布団とお米が来たよ。おお、じゃあ、おお、お願いします。よし。闇米調達の名人、柴野選手。柔道が禁止されたのでやむなくラグビーに転向したという斉藤選手の新加入で、我が明大ラグビー部の食料事情は大いに改善されました。この試合の後で新しいラガーメンの城作りをしようという話が盛り上がったのですが、いや場所はな、青山の女子学習院の跡地。いや工事はさ、
鹿島建設が請け負ってくれることになったんだ。いやそれでさ、とりあえずね、総経名立東大で着手金の30万を負担することになった。大丈夫だろうな、中さんとこ。どうしたの？うちだけ勤労したけにいかんだろうな。どうしても5万円いるのよ。ラグビー場は絶対作るんだから。なんだかあんたがラグビーやるみたいじゃない。そうよ、ラグビーの中さん、中さんのラグビー、すなわち私のラグビーなのよ。それわかるけどさ、これだけお金に換えるんだったらよ、春坊に美味しいもの食べさせてやるとか。それ何あんた、いつまでもこんな同じようなもの着てないでね。ああ、これこれだ。うん、ーら、まだまだいけますよ、お嬢ちゃまで。何言ってんのよ。マニハバハバ。おお、 You are so much change ね。いいよ、あなた、歌どうせあぶくぜりだからさ、たまには有意義なことに使わなきゃね。いいよ、はい、これはさ、着物とおびと洋服の代金、それからね、これこれは私から中さんへ、いいじゃないや、ラグビーへの寄付金だ。いいの？だって黙ってたらあんた着てる方まで脱ぎそうじゃない。あのね、再度申し上げますが、はいはい、歌の文句じゃあるまいし、愚痴も言わずに女房の小判なんてあんたには似合いません。はいはい、だからね、大いに中さんに愚痴を言ってですよ、はいはい、大いに二人で夫婦喧嘩をしてですよ、はいはい、大いにわがままを言えないか。言えない。結局こうなりました。いや、ご苦労さん。中さん、君んとこも随分無理をしたんだろう。いやいや。おお。西野君とこはカメラと絨毯と何だっけ。先祖伝来の掛け軸と茶碗です。 ありがとう。これでこそラガーメンの城作り、アマチュアリズムの栄光だよ。困るからって政府や企業に泣きつくようじゃ紳士のスポーツの名が泣くよ。いやいや、ありがとう、ありがとう。いやいや、本当ありがとう。なにこれ。困ったからといって女房に泣きついちゃラグビーの名が廃るんだ。これ保護にしてもいいから頼む、一つ聞いてくれる？私もそう若くはないし、ここいらが最後のチャンスだからね。花嫁衣装着て。性に合わん。信念の問題だ。頭では分かっていても気持ちは別というのが女ってもんです。中さん、分かってくれよ。何が何でもうんと言ってほしい。一度でいいからうんって。はいはい、よっしゃ、はい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 、そして血のにじむような努力を重ねた村上さんが早稲田との対抗試合に出ました。戦争もどんな苦しみも人間の不屈の闘志までは奪えなかったのです。この時は
その村上さんを見つめる中さんの目が潤んでいました。きっと大声で叫びたいほど嬉しかったのでしょう。松岡です。素晴らしいプレーだった。君もよかれんだったそうですが、自分も特攻隊の生き残りです。お互いラグビーやれて幸せですね。松岡君。ラグビーのルールは今でも私よくはわからないの、中さん。でも村上さんのような選手を育てた中さんを私は密かに誇りに思いました。ラガーメン全ての血と汗の結晶である東京ラグビー場が完成しました。そして最初の試合に村上さんが、監督、相手チームから村上君の義手は危険物だとクレームがついてるんです。これまではクレームがついてないのに、どうして今日はダメなんですか。監督、村上さんが出場できないなら俺たちは全員退場します。レフリー、これで村上の義手は危険物でない。同意してくれますな。わかりました。よし、さあ行くんだ。退場するなんて言うなよ。ルール通り戦うんだ。ありがとうございました。よっしゃ。その事件を知ったのはずっと後になってからでした。男は黙して語らずという生き方があるんですね。ちょっとセンチだけど、それがラグビーだよって胸を張ってるあなたの顔も素晴らしいね、中さん。戦後初の全国制覇ができた昭和24年、私たち一家は合宿場近くに移り住むことになりました。お調子足りてるかしら。すいません。どうかな。はい、すいません。村上さん、一足先に卒業しますが、来年のキャプテンは村上さんですからね。お願いしますよ。俺が斉藤がぜひお前にと言うんだな。俺もお前に引き受けてほしいんだよ。さあ、いっぱいやれ。この中さんというのはひどいやつなんだ。そもそも俺を相撲部に引っ張り込んだのはこの中さんなんだ。その中さんがラグビー部に人手が足りねえからと頼まれて助っ人に行ったきり戻ってこん。仕方がねえから俺もなぜか相撲部を辞めてラグビー部に移っちまったそれで俺が卒業と同時に監督、その時の首相がこいつなんだよ。こいつは人間できてたからな。どっちが監督だか師匠だか分かんなかったな。
昔の中3はひどかったんだ。酒は浴びるように飲む、おまけに喧嘩っぽい。おかげでな、お詫びの明け暮れで俺はろくにラグビーもできなかった。おいな、人の話半分に聞けってだろ。こいつは三分の一で聞かないか。いや、監督がそういう方とは知りませんでした。みゆきさんをもらうときにだ、酒はやめます、喧嘩はやめますと惚れた弱みで手形乱発してすっかりおとなしくなっちまって。なちゅうさん、